店ー,ーテは、ドイツの肉の蒸し煮であり、通常牛肉を用い酢、水、香辛料及び調味料を混ぜた漬け汁でマリネしてから、調理する。ザウアーブラーテンは、伝統的に赤キャベツ、ジャガイモのダンプリング、シュペッツレ、茹でたジャガイモ、または麺を添えて供される。アメリカのドイツ料理レストランでは、ザウアーブラーテンに、ジャガイモのパンケーキを添えるが、 ドイツで行う地域はごく一部である。ザ・ガーブラーテンは、ドイツの国民食の一つと言われている。ザ・ガーブラーテンは有名なドイツ料理の一つでもあり、フランケン地方、ラインラント、ザ・アールラント州、シレジア、シュバーベンといった、地域自慢の郷土料理でもある。各地域のザ・ガーブラーテンは、マリネする材料、グレービー、および伝統的な添え物に相違がある。また、 南オランダと東ベルギーのリンブルフ地方でも同じような料理が食べられ、オランダ語ではズブリーズと呼ばれている。リンブルフ州の方言では多くズールバレスに近い。マリネ付け中のザウアーブラーテンレーズン入りソースで仕上げたザウアーブラーテン牛肉の外ももランプ肉を3から4日または10日ほどマリネしてから加熱調理する。赤ワインビネガー、ワインよび または水煮、胡椒、ジュニパーベリー、クローブ、ナツメグ、ローリエといった香り高い香辛料を加えてマリネの漬け汁とする。マリネの漬け汁にはまた玉ねぎ、セロリ、ニンジンといった野菜も加える。マリネの酸により肉が調理前に柔らかくなる。特定の地域ではマリネにバターミルクを使用する。漬け汁の酸が長時間マリネする間に反応しないように マリネに用いる容器は、金属製でなく、陶磁器、ガラス、プラスチック、または、放浪製のものが推奨される。肉を、マリネから取り出して拭き取り、まず油、またはラードで焼き目をつけてから、こした漬け汁で浸し蓋をして、波のオーブン、または、コンロで蒸しにする。4時間、またはそれ以上煮込むと、漬け汁が、肉に風味を与え続け、 加熱により、肉汁が溢れて肉が柔らかく出来上がる。肉の調理後、煮汁をこして、ソースパンに集めて、とろみをつけ、ソースに、コクと風味を与える。1983年に閉店するまで、ニューヨークの有名ドイツ料理レストランルッショーブ S では、人気料理の一つであるザウアーブラーテンのグレービーに、砕いた、ジンジャークッキーでとろみと風味をつけていた。 この方法は、1952年に、ジャン・ミッチェル著・著ル・ショーブ・エス・ジャーマン・クック・ブック、ザ・ストーリーザ・フェイバリット・ディッシーズ・オブ・アメリカズ・モースト・フェイマス・ジャーマン・レストランの出版により、アメリカで広まった。ラインラント地方では、砂糖トレーズンをグレービーに加えることで料理に逆に甘みを与える。鹿肉や他の課金でザウアーブラーテンを調理し、で肉の 臭みを取り除くことも多い。ザ・アーブラーテンは元来馬肉で作っていたが、現在ほとんどの場合牛肉で作る。ドイツの街、エシュバイラーには馬肉屋の長い伝統があり、ザ・アーブラーテンは郷土料理の一つである。ザ・アーブラーテンは、ローストした肉の残り物を用いる方法として旧世紀に、カール大帝が発明したという説が多く、信じられている。 大小アルベルトとしても知られるアルベルトス・マグヌスもまた13世紀におけるこの料理の普及に功績があったと言われている。真偽は不明だがガイウス・ユリウス・カエサルがワインでマリネした牛肉を詰めたアンホラをケルンに新しく作った植民地にアルプス山脈を越えて送ったことがザウアーブラー展を考えつく役割を担ったとされる。この伝説によるとこれは ケルン住民がローマの伝統を模倣するきっかけになった。広く知られているものの、これらの主張には証拠がない。ユニリーバのクノールザワーブラーテンレシピミックスやアルバ、グズ GMBH&COKG、OK、のザワーブラーテン合わせ調味料が販売されている。ザワーブラーテンは伝統的にビールと共に食べるが、ブルゴーニュワイン、カベルネフラン、カベルネソービニオン、 ゲビュルツトラミネール、ピノノワール、リースリング、シーラーズといったワインにもよく合う。ザ・ダーブラーテンはニューヨークのドイツ料理レストランル・ショーブ・エスの名物料理であった。ありがとうございます。